五代さん、ネウロが探してたよ。うるせえな、誰が行くか。すっかり秋だね。あれから4ヶ月か。貴様ごときを探しに出向くのは時間の無駄だ。ゆえに貴様をいつでも呼び出せる探偵事務所を開く。でも事務所なんて簡単に開けないって。貴様の意見など聞いていない。すでに目星はつけてある。目星ってこのビル？謎の気配がするのだ。開けるのやめない？やばげな雰囲気が。開けるか脳髄を吸われるか、どちらか選ぶ。ふざけたこと言ってもらっちゃ困りますね。明日までに金返さないと殺しますよ。母ちゃん、俺だっつってんだ。振り込まねえと殺すぞ。作りが甘いね。作り直さねえと殺すよ。やっぱり。取らねえだろうが。んだてめえら、こちとら仕事で忙しいんだ。とっとと消えな。はい、消えます。消えたいのは山々なんですが、先生が言って聞かないんですよ。ここの皆さんのお力になりたいと。何言ってんだ。隠しているのでしょう。ここで起こった事件を。おそらく商売柄、警察にも言えなくて困っている。ちょっとネウロ、おかしなことばっか言ってると殺すぞ。よせ五代。おたくら何者だ。どこでその情報を仕入れた。女子高生探偵、葛城亜子先生の勘ですよ。私は別に。探偵の勘だと？なんなら警察を紹介しましょうか。先生の勘が正しければ、何らかの事件の痕跡も見つかるでしょう。待て、確かに先日ここで事件は起こってる。犯人が見つかっていないのも事実だ。その事件、軽いものではありませんね。殺人だ。バシオさん！うちの社長が3日前ここで殺された。マジで？で、おたくらの目的は何だ？決まってます。今から先生がここの事件を解決して差し上げるんです。なんだと？そっから一歩も入んな。これはうちの会社の問題だ。先生はこう見えて数々の修羅場をくぐり抜けたお方です。どうです、この事件、一つ先生にお任せしてみては。必ずや解決してご覧に入れますよ。お前ら一体何者なんだ。解決できたら何が望みだ。やはり金か。
そんな。もちろんお金はいりません。その代わりこの事件を解決したらこの場所、この事務所をいただきましょうか。ああ、事務所だと？なかなか面白いな。だがこっちは事務所をかけるんだ。その上うちの社員が一人ぶっ飛ばされてる。おたくらが解決できないときはそれ相応の代償を払ってもらわんとな。では先生があなた方の望むところで一生ただ働きというのはどうでしょうか。よし、賭けは成立だ。ひょっとして私今売られてる？ちょっとネウロ、もっと他にいい場所ないの？実にいい場所ではないか。全体に漂う正気も実に我が輩好みだ。でも駅にも近い一等地、眺めも良くてコンビニもすぐそこ。どこに不満があるのだ？意外にちゃんと俗な基準も持ってんだ。じゃなくてどうすんのよ。もしも、もしもここの謎が解けなかったらか。我が輩を誰だと思ってる？魔界の謎を食い尽くした男だぞ。では皆さん、先生と僕に事件の話を聞かせてください。殺されたのはうちの社長、早乙女邦春。事件は俺たちが仕事を終えた深夜のことだ。社長、俺ら上がりますけど。五代の野郎が感情ミスってやがってな。あのバーガーデスクワークさせたらすぐこれだ。じゃあいつものとこで飲んでるんで、終わったら来てくださいよ。おう、あいつが来たら俺が行くまで絶対返すなよ。その後会社のすぐそばの飲み屋で俺ら4人と集金帰りの五代とで社長を待ったが一向に来ない。ダメだ、会社の電話も携帯にも出ねえよ。帰ったんですかね。わからん、ちょっと見てくるわ。社長いないですか？社長は事務所の鍵を必ず閉めて仕事をする癖がある。あの日もそうだったが、違うのは出てくるどころか返事すらなかったことだ。明かりはついてるのに様子が変だ。し、何やってんだ、どいてろ。社長はやっぱり中にいた。違うのは一つだった社長の体が二つに分けられていたことだ。鮮やかで鋭い切り口、凶器はおそらく日本刀の類。皆さん5人のうち誰かが犯人である可能性は？居酒屋ではみんなが一度は席を外したが5分程度だ。そんな短時間じゃ事務所に戻って社長を殺すことはできても凶器を隠す暇がねえ。窓から入れるのは隙間風くらいだし、ドアの鍵は社長しか持っていなかった。密室か。社長さんを殺す人に心当たりは？なんていうか構想とかってやつ？組織の上の方ならともかく俺らは下請けみてえなもんだ。構想なんてまずありえねえよ。でも上納のノルマのためなら何でもやったからな。じゃあ恨まれていたかもしれないんですね。商売柄恨んでる人間は5万といるだろうな。けど少なくとも俺らはあの人を尊敬していた。はぐれ者だった俺らに食いぶちを。今でも感謝してるよ。俺は感謝してねえぞ。てめえ、後で1000倍にして返してやっからな。おい五代、恩がある社長に向かってなんだよその言い草。恩？安月給でコキ使われて感謝すんなら犯人にだろ。事件のおかげであんたが社長、俺は副社長になったんだからな。正直思うんすよ、犯人なんて見つからなくても関係ねえかなって。五代、前置きが長くなりそうで面倒だ。さっさと捜査に入らせてもらおう。魔界777つ道具、イビルブラインド。
何をしたの？半径10メートル内における我々2人の存在の解像度を大幅に下げた。あまり続かないのが欠点だ。急いで謎の調理に取り掛かるぞ。犯人ってこの中にいたりする？なぜそう思う？勘かな。このナメクジが。いや、貴様はそれ以下だ。何をいきなり。貴様を見下しているのだ。謎も高い場所から全体を見ないと食えはしない。勘などで謎を見るとは、目線の低い下等動物めが。粘液を出して床を這うのが貴様には似合いだぞ。うるさいな、この化け物。言うにこと書いて化け物だ。え、もう見えてんの？皆さん、先生はすでに事件のトリックと犯人を特定したようです。少々謎解きに準備が必要なので買い出しに行ってきます。逃げるつもりじゃねえだろうな。ご心配なく。もし僕が逃げたら、先生を煮るなり焼くなり好きにしてください。この状況って。どうかしてるぜ。外部の人間にこの事件を解かせようなんざよ。黙っていてもいずれはバレるんじゃないですか。社長さんにだって家族はいるんでしょ。ち、素人が。この職場に家族がいるやつなんていねえよ。だからここにいるんだろうがよ。俺らには一番汚くて危険な仕事が回ってくる。死んだって騒ぐ家族はいねえから都合のいい人材なんだよ。社長が死んだとしても上の連中はいなかったことにしろ。そういうに決まってる。ひどい話。それが俺たちの存在価値だ。社長、俺ら使い捨ての雑巾かよ。それで上等じゃねえか。お前を誰がここまで育ててやったと思ってんだ。ち、心配すんな。仮にお前が死んだら、その時はこうやってビールぐらいは備えてやる。全てに満足できる仕事なんかねえんだよ、五代。むしろ俺たちは幸せもんだ。食うに困らず退屈もしねえ仕事だろう。他にまだ何か欲しいのか？社長、こんなざまになってあんたまだ幸せと言えんのかよ。ちょっと安心した。さっき死んでよかったみたいに言ってたけど、社長さんのこと思ってたんですね。思うって、怖い表現使うんじゃねえよ。照れちゃって素直じゃないんだから。な、褒めてくれてどうもありがとう。お礼にほっぺにストロー用の穴を開けてやるよ。僕の犬間に随分と仲良くおなりで。ネウロ、いつの間に。不気味なやつ。よく戻ってきたな。これからトリックの仕込みをしますので、皆さんは外でお待ちください。本当に犯人は分かってるの？心配するな。謎はすでに我が輩の舌の上だ。では皆さん、お待たせいたしました。まず犯人の狙いは、大きな刃物が凶器だと想像させることです。想像？ええ、凶器を隠す時間がない人間は自然と犯人の線が薄くなる。それで？つまりポイントは凶器。メロンは頭の上だ。下等動物たちに見せびらかしてやれ。こう？先生の結論から言うと、犯人は下の空き部屋からこのように殺したのです。素晴らしい切れ味でしょ。強力なゴムの間にワイヤーを張った。言うなればギロチンのパチンコです。ギロチンって。犯人はあらかじめ天井の四隅にフックを仕掛け、この凶器を貼っておいたのです。ゴムもワイヤーもフックも針に合わせた色。普通に生活していればまず気づかないでしょう。後ろ側のゴムを下から引くと、ある角度で
正面のゴムがフックから外れ、被害者へ一直線です。さらに窓の下へ続く筋状の血痕、これは犯人が下の部屋から凶器を回収した時に付着したのでしょう。紐状の凶器は切って巻いてポケットにしまえば5分とかからないはずで、先生が導き出した犯人は、なんで言った、俺はまだこいつらの推理を。バカか、こいつらは秘密を握ったことになる。このまま返して警察に駆け込まれたら。あなたは怖くなった。ネオロ。だから我々の口を封じようとした。なぜなら、このまま僕が先生の推理を話していれば、ワシオさん、あなたが犯人だとバレてしまうからだ。俺が犯人？何を根拠に。このトリックにはもう一つの利点があります。正面のビルの窓に反射して下の部屋からこの階が観察できるということ。仕掛けのタイミングが測れるし、被害者の死亡まで確認できてしまう。そして部外者なら下に降りて逃げるはずなのに、うっすらと血のついた足跡は上へと続いていた。その人間は降りられなかった。なぜなら上の階でみんなの到着を待たなくてはいけなかったからです。犯人は社長が電話に出ないと嘘をつき、居酒屋を抜け出して被害者を殺害した。居酒屋では誰もが一度は席を外したと言いますが、この階段を上る必要があったのはたった一人。一番最後に席を外し、一番最初に現場に到着した人。つまり鷲尾さん、あなたを置いて他にいない。まさか。あとはあなたの靴と階段の足跡を比較すれば済む話です。マジであんたなのか鷲尾さん、なんで社長をやった。昔からなぜだか我慢できねえんだ。俺の住んでいる巣の中で俺以外の奴が中心にいることが。おう、わしおか、仕事が片付かなくてそっちに合流できそうにないんだわ。いえ、いいんです。それより社長、天井に何か見えませんか。ああ、そういや何かあるな。なんだありゃ。予約の印ですよ社長。巣の中心には俺が座らなきゃいけないんだ。一番になりたいんじゃない。ただ巣の中心にいたいだけなんだ。恩義があろうが、俺にとって社長はただの不当な選挙者だ。五代、てめえの計算ミスをでっち上げて社長を残業させることができたんだから感謝しなきゃな。やろう、社長はそんなくだらない動機で。まったく、実にくだらない。自分以外のひな鳥を蹴落としたぐらいで、その巣が自分のものだと安心してしまうとはね。撃たれた時、幸運にも瞬きをしましてね。嘘だろ。うまいこと弾丸をキャッチできたんです。いや あなたは何も分かっていない。いかにひな鳥が巣を支配していようが、天敵からの侵略にはまるで無力ということを。今日からこの巣は我々のものだ。ふざけるな。せっかく俺が。いただきます。ごちそうさま。てめえ逃がすか。殺された社長も満足していると思います。この上あなたは何が欲しいのですか。てめえらが何者か知らねえが、礼は言わねえぞ。
礼はいりません。ただここを出て行ってくれるだけでいいのですから。え？約束でしたよね。先生が事件を解決したらこの事務所をくれるって。そんな約束覚えてねえな。では覚え込ませてやるとしよう。我が輩が直々にな。覚えとけよこら、てめえらいつかぶっ殺す。あの五代という帝能はしもべとして使えそうだな。あしもべ一号。何そのしもべ一号って。とにかくこれで整ったな。我が輩と貴様と謎だけの空間、魔界探偵事務所の完成だ。ねえ、五代さんはなぜここにいるの？さあね、俺が生きていく場所があればどこだっていいさ。裏の世界も表の世界も関係ないんだ。ネウロは五代さんの力を必要としている。それだけでいいのかも。ろくに仕事もできぬしもべども、サボるのだけは一人前だな。さっさとチラシ配りに行ってこい。うるせえ、誰が行くか。まあまあ五代さん、行きましょ。やだね。やなのか。長い友達。この謎はもう我が輩の舌の上だ。